止まらない未来を目指して第二のマシン空心ウィンダム冗談じゃないわ。いくら鍵が欲しくったって盗んだりなんかするもんですか。こうなったら私たちで真犯人を探し出そう。それはいいけど、どうやってここから出るのよ。この錠前結構簡単な作りですわ。なんとかなるかもしれません。見つからないうちに行きましょう。ヒカルさん、ウミさん、見てください。暖炉の中の灰に足跡がついていますわ。あ、本当だ。どういうこと？部屋の中には灰のついた足跡なんてないのに。わかりましたわ。犯人は煙突から降りてきて暖炉で靴を脱いでから部屋に入ったに違いありません。そうか、そうすれば足跡は残らないものね。でも暖炉の灰の足跡を消していかなかったのは迂闊でしたわね。まだ手がかりがあるかもしれない。煙突を登ってみよう。え？灰だらけになっちゃうわよ。それがどうしたの？聞いた私が悪かったわ。あそこに何か落ちてる。これはまさかフェリオさんの笛。どういうこと？とにかくフェリオに話を聞いてみよう。あ、フェリオさんの服灰まみれだよ。ということはますますフェリオが怪しいってこと。フェリオさん、フェリオ、鍵を盗んだのはフェリオなの？あら、私のフェリオにちょっかい出さないでくださいませんことね。えフェリオ、なんてことすんのよ。ああ、私たちは愛し合っているのだから当然の行為。フェリオ、本当なの？行きましょう、皆さん。これは一体どういうことなんだ。フェリオが本当に鍵を盗んだ犯人なのかしら。鍵を盗んだ犯人が誰で、目的が何だとしても門を開けるために現れるはず。それを待ち伏せることだ。そうすれば本当にそのフェリオとかいう少年が犯人かどうかもわかるだろう。なるほど。じゃあ早速門の前に行って見張ってみましょうよ。ね、ふう。ええ。犯人に見つからないようにどこかに隠れないとね。ちょっとワクワクしちゃうわね。張り込みだなんてさ、刑事ドラマみたいじゃない？ウミちゃん。ごめん、ふう。いえ。気にしていませんわよ。ヒカルさん、ウミさん、あの岩陰がよろしいようですよ。さ、隠れましょう。
本当にフェリオがやったのか。ふう。現れたわね、フェリオ。これは一体どういうことなんだ。どうもこうもないわ。おばさんには関係ないわ。おばさんには。なんですって、つくづく礼儀知らずな子ね。フェリオさん、返事をしてください。無駄よ、この子はもう私の子。私の言うことしか聞かなくてよ。そんなことあるもんか。そう、じゃあ試してみる。フェリオ、あの緑の服の女を殺しなさい。無事返してほしくば、エスクードの武器をよこしなさい。卑怯者！貴様、どこまで根性が腐ってる。なんとでもいい。さあ、どうするの？マジックナイトの卵さんたち。わかった。聞き分けがいいこと。かんな、このやり方。お前、俺は正々堂々とやる。そうか、お前ザハート様に洗脳を。ザハート、ありがとう。武器を取れ。勝負だ。ラファーガ、ラファーガ、どうしたの、ラファーガ。何を言っても無駄よ。その男はザガート様に洗脳されたようだわよ。ザガート様の洗脳力は
私の無限魅了の魔法の火じゃないわ。覚悟することね、マジックナイトの卵さんたち。嘘、嘘、嘘だ。ラファーガが敵なんて嘘だ。そっちが来なければこっちから行くぞ。やめて、ラファーガ、ラファーガ。ヒカルだよ、私ヒカルだよ。ヒカル、うわあ、頭が、ラファーガ、ほどにもない。あんた、アルシオーネだったとはね。バレてはしょうがないわね。あなたが、あなたがフェリオさんを操っていたんですのね。どうしてこんなことをするんだ。探し求めるマシンの前でお友達に殺される。あなたたちには最高に無様な死に方をしてもらおうと思ったのだけど、でも邪魔が入ってしまったわね。許せない、許せませんわ。ラファーガ、ラファーガ。あの男のことは私は知らないわ。そんなことはどうでもいい。よくもラファーガを。ごめん、お手柔らかにね。ことを覚えなさいよ。あれ、ここはフェリオさん。よかった。なんだ。ごふんごふん。ああ、怪しげな女が近づいてきて声かけられたのは覚えてるんだけどさ、面目ない。よかったじゃない、フー。な、何がですの。おーろ、しらばっくれちゃって。私は何もしらばっくれてなんかいませんわ。いつまで騒いでいる。さっさとウィンダムを収めるのだ。そなたらの心の力を見せてもらう。我が名はウィンダム、王子キウイ。そなたと共に戦う者、真なるマジックナイトへのそなたたちの成長を我々は待つ。
ラファーの目、あの身体は洗脳が不十分だったのでしょうか。我慢いたします、ザンガートさん。戒めの鎧、あの目。かしこまりました。俺は行くぜ。今回は迷惑かけてすまなかった。フェリオさん、またな。ラファーガー、きっと生きてるよね。アルシオーネはラファーガーのこと洗脳されたって言ってたけど、でも私の呼びかけに応えてくれたよ。洗脳なんて嘘だよ。それにきっと生きている。ラファーガ、ヒカルさん、強敵剣闘士ラファーガ、絶対見てくださいね。